ってないはずの札幌に傘の行列、有給休暇を取った人、学校を休んだ人、北海道全体が楽しみという年に一度の巨人戦。そのマウンドにはエース斉藤。今シーズン5度も雨に先発を流されている雨男は、初回ノーアウト一塁二塁のピンチを迎えます。ここで3番前田にライト前へタイムリーヒットを打たれ1対0。雨の中の立ち上がり、広島に先制点を許します。一方、広島の先発もエースの木戸。巨人は2回2アウトから後藤がレフト線へのツーベースヒットで出塁し、チャンスを作ります。バッターは8番キャッチャーの村田。レフト前へ同点タイムリーヒット。女房役がバットでエースを援護します。この後斉藤がライトへ、1番西がセンターへ。セリーグ防御率ナンバーワンの紀藤を攻め立て4連打。ツーアウト、フルベースとチャンスが続きます。ここでバッターはプロ1号を札幌で放っている河合。レフトへ満塁ホームラン。見に来てよかったライトスタンド。河合のプロ入り初の満塁ホームランで5対1と勝ち越します。さらにこの後松井がライト前、4番落合センターオーバー、5番マックセンター前、そして清水が広島2番手前間からライトへ。なんと1イニング9連続安打のプロ野球タイ記録。紀藤を1イニング3分の2でノックアウト。スコアボードにビッグな数字が刻まれます。3回にも1点を追加し8対1と大量リードをもらった巨人斉藤ですが、4回尾形にスリーランホームランを浴び8対4、広島が反撃を開始します。巨人その裏1点を追加しますが、5回、ロペスにツーランホームランを打たれます。がっくり斉藤、5イニング6失点でノックアウト。左足首捻挫の野村を欠く広島打線に猛烈な追い上げを受けます。そして最終回、西山マリオとつないだ巨人は10対8と2点差まで詰め寄られながらもなんとか逃げ切りゲームセット。崖っぷちの巨人、大事な札幌2連戦の初戦、首位広島を破っています。ジャイアンツ河合選手、プロ14年目にして通算32号が初の満塁ホームラン。本当に嬉しい。でもちょっとベース一周が早すぎたかな。